はい、どうも、ひろしです。まあちょっとね、タイトルにも書いたんですが、まあちょっと、まあ若干というか、まあプライベートのことになってしまうんですけれども、まあちょっと、まあすごくショックなことがありまして、でまあ、ちょっとこれ本当にプライベートのことになっちゃうんで、まあ、これを動画で、まあ、上げるべきかどうかっていうのは、まあちょっと悩んだところは、まあ、あったし、まあ、今もちょっと、まあ、こうやってカメラを回してみるんですけど、まあ、やっぱこれは上げるべきじゃないかなって、まあ、思ったら、消す可能性もあるんで、まあ、ちょっとその辺どうなるかわからないんですけども、まあ、ちょっとね、あんまり詳しく言えないんですが、ちょっとね、かなり個人的にショックを受けることがありまして、でね、ちょっとまあこれから、まあ、YouTube とか、上げていけるかどうか、動画をね、ちょっと分かんない感じになったんで、まあ一応ちょっと、まあそうっすねっていう感じで、ちょっとどうなるか分かんないですけど、まあちょっとショックで、精神的に今非常に安定していない感じになってます。はい、まあちょっとだから、どう説明したらいいのか分かんないですけど、まあちょっと一旦非常に疲弊しているので、心がちょっと一回休みたいなって思ってます。まあでもちょっと、まあ言わないとダメか、ちゃんと、まあ何があったか言います。少し前に結構本気で好きだった女の子が AV 女優になってました。